バスクシェパードはスペインとフランスにまたがるバスク地方原産の牧羊犬種である。アメリカ原産のオーストラリアンシェパードとは何らかのつながりがあると言われている。愛称はバスキー。バスク地方に古くから根付いていたカタロニアンシープドッグがベースになっている。バスク地方がスペインとフランスに支配されるようになると他地域から 多くの牧羊犬種が入り、カタロニアンシープドッグと自然交雑してバスクシェパードが生まれた。ちなみに交雑した犬種や生い立ちがほぼ同じであるため、オーストラリアンシェパードと容姿が似ていて親戚種として扱われている。主に牧羊犬として使われ、羊の群れを移動させるのに使われていた。このほか副業として番犬を務めたり、 ペットとして飼われることもあった。本種型地域に知られるようになったのは19世紀頃である。この頃親戚種であるオーストラリアンシェパードが一時的な流行によってボブテールすなわち単王になるように改造され、健康的な被害が出始めていた。これを不服とし、長い尾を残しておくことがいかに大事なことであるかを証明するなどの目的でアメリカに輸出され、 ブリーディングが行われるようになった。このことが関係したかは不明であるが、本種が人気を出し始めると、オーストラリアンシェパードのボブテール化は禁止され、犬質を回復して、バスクシェパードの人気を奪還した。現在は、かつてのような大きな人気はないが、バスク地方とアメリカではやや人気があり、時々、ペットとして飼育されている。フシーにはまだ公認されていない。 親戚種のオーストラリアンシェパードによく似た姿をしているが、本種の方が細身である。上がった甲角、丸い目を持ち耳は垂れ耳、尾は長くふさふさした垂れを。この尾は走るときにかじ取りの役目を果たす。足は長く、体は引き締まっている。コートは柔らかいロングコートで、毛色は単色化、それに、 ホワイトのパッチがあるもの、ブルーマールのもの、ホワイトを地とした複雑なダップルなどがある。中型犬サイズで性格は穏やかで温厚である。他の犬や子供と遊ぶことも大好きでしつけの飲み込みと状況判断力が優れている。身体能力も高く、ドッグスポーツにも最適である。運動量はかなり多い。デズモンド・モリスの研修辞典。 デズモンド・モリス・著、福山・ヒ也、大木卓約性分動振興者、2007年、パストール・バスコのアレッツアータイプとゴルベーコアタイプの画像。ありがとうございます。